まあ別にないじゃん。はい、うん、で強くなるっていうことはどういうことかっていうと、別に大会で勝つためにその なんだ、自分よりちょっと格下なって思う相手に対してもその EX ヘッドを打たなきゃいけないっていう人の戦い方をしてるのであれば、まあ、安定するわけないじゃん。はい、でも普段そういう戦い方してるから、それなしで戦った時に結局何やっていいか分かんなくなっちゃう状況が生まれちゃったりとかして、結局負けちゃったりとかするわけ。大会とかはその自分の基準の強さの数値があって、はい、その数値を上回るか下回るかっていう部分だと思ってんの。大きく上回ることも特にないし、はい、大きく下回らないようにするっていう努力は必要だと思うけど、大きく上回ることってのはそんなないんだわ。はい、うん、だからその自分の基準値の強さっていうのをまず上げていく。はい、負けない人にはちゃんと負けないようにする。そこら辺が大会の勝ち方。はい、でさっきまでの戦い方を見てると、ナイト君は負けない、まあ対戦相手が俺だったりとか、その藤村だったりとかするから、はい、ちょっと無茶するような選択肢が多くなっちゃってたのかもしれないけど、でもその後の話を聞いてみると、はい、それをやるのが当たり前みたいな感じになってたから、あ、それだとその自分より格下相手に対してそういう選択肢を取ってしまい、自分を窮地に追い込んでしまうっていう状況が結構あって、結果負けてるんじゃないかなって思ってる。うん、思ってるっていうか思った、うん、なんか大体一緒ですね、戦い方。うん、あ、ユリアン強いって言われてるけど、一生 EX ヘッド打ってる人結局上まで上がってないでしょ。そうですね、うん、見たことないような、あ、見たことないようなユリアンプレイヤーとかあんまり上上がったことないでしょ。そうですね、それはやっぱみんな EX ヘッド打っちゃうから。それで勝つ時もあるけどね、もちろん。あ、はい、うん、でも大会って数が多いから、はい、その戦う数が1回戦2回戦、はい、3回戦、まあ、その優勝するためには本当に、7回とか8回とか勝たなきゃいけない時だってあるしね。その中でまあ、自分よりちょっと格下に相手に対しては負けないようにしないとっていう、そのためにはやっぱそのキャラ対もしなきゃいけないし、戦い方的にもそのキャラ対するということは、そのキャラ対の中でどうやったら安定して勝てるようになるんだろうって考えながらやっていくことが、まあ一応キャラ対だと思ってるから、それをやっていけば大会はある程度その安定感は出てくるんじゃないかな。うん、そうです、一部のキャラしか、そうです、キャラ対、うん、やってなかったです、うん、本当に、はい、あ、まあ、っていう感じになるかな。うん、まあそうだね、なんか戦い方をもうちょいその安定するように寄せていくっていうのは、うん、結果的に今のスタイルに戻るかもしれないけど、もしかしたらね、うん、違うことをやるっていうのはいい経験になるからね。まあ、そうだね、はい、それはやってみてもいいんじゃない。その結果やっぱ目先の勝ちはちょっと拾いにくくなるよ、もちろん、はい、拾いにくくなるけど、うん、でも目先のそれをやりつつ、まずい状況になったらそれ別に出せばいいだけだ であって、はい、別にその普段からそれを出すなってだけであるかな、はい、うん、これどうなっても分かんねえって時は結構読み重視で行く時だって全然俺も藤村もあるから、うんうん、常にやっぱ安定志向でやってるわけではない。やっぱその勝負行かないきゃいけない時もあるし、ここのチャンス逃したら多分もう、ま、勝てねえだろうなっていう行動をやったりとかする時もやっぱりある。もうきついから、なるほど、うん、うん、ちまちまやったところで結構その読み勝ちの回数結局3回読み勝たなきゃいけなかったりとかするときは、もう本当にでかくいっちゃったりとかするときは結構ある。まあいろいろね、あるある、うん、まあでもそれはまあ試合の流れで、でもまあ普段から別に出す必要はないんじゃないかなっていう、はい、うん、感じだよね。そうっすね、うん、まあ、っていう
内容だったんだけど、まあなんか質問あれば。いやもうはい、特には、うん、ないと思います。はい、あの大丈夫、へこんでない？いやどちらかというと、うん、おおって感じです。おお、なるほど。やったるぞ的な、はい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 、気持ちの方が高い。うん、まあでも江戸自体まだまだやれることはある、ありそうだから。はい、うん、結構さ、まあそのゲージの使い道一つ取ったとしてもさ、俺も藤村もさ、いまだに今のどうだったかなってよく話してるんだよ。はい、いまだにね。はい、ずっと終わんないから。はい、あの常にやり続けるといいよ。それと並行して、はい、まあ別に立ち回りのそのなんか目標を持ったりとかするのはいいと思う。はい、うん、かな、以上です。はい、はい、ありがとうございました。で、引退はできそう？いや、ちょっと。いや、お前みたいなやつやめちまえ、もう。やめろ。なんとなくでゲームやってんだったら。いや、なんとなくでお前トッププレイヤーと渡り合いたいなんて夢持ってるやつはやめちまえ。いや、なんとなくじゃないですよ。何、じゃあなんとなくでトッププレイヤーに挑みたいっていうか渡り合いたいっていう夢はもう引退するってこと？はい、それはもう、それ大丈夫、きっぱりとしてます。はい、甘いと。じゃあ今までの甘えた自分から引退する？はい、もう、もう今日から。はい、分かった、スパッと。はい、じゃあおめでとうございます。明日、あ、まあ今日から、今日、まあ明日からちゃんと強いナイト君になることを願ってます。はい、はい、頑張ります。はい、じゃあ頑張って、お疲れ様、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。はい、よし、まあまあまあ。なんなんその、その引退っていうセリフを言わせたいのは何なん？いや、まあテンプレーああいいじゃん。まあまあいいけどはいはいはい、うん、でももうテンプレって大事なんだよ。いいともみたいな。ああ、なるほどね。だって、お前、だから笑っていいともで、じゃあ今日も来てくれるかな、え、まあまあいいっすけどってやつがいたら、はってなるじゃん。分かってねえなってなる。そう、みんないいともを聞きたいから、そこまで見てんの。はいはいはい。なるほど。そこで閉まるの。うんうんうん。で、これもう、あの、一つの番組なんで、別に俺、あの、自分のためにやってるわけでもないから、はいはい、あ、一応、その、なんだろうな、次以降入ってきてくれる人のためもあるし、これを見て楽しんでくれる人のためもあって一応やってんで、うん、まあ藤村はどう思ってるか分かんないけど、はいはいはい、まあだから俺はテンプレを作りたいってだけ。なるほど、うん、テンプレ大事なの。でもみんな求めてたでしょ。分かります、やっぱり。ああ、孫さんリスナーは求めてる感じ。うん、やっぱ俺も求めてる。あ、求め、うん、うんっつってまあ、あの時戸とかには言うの忘れちゃうんだけど、普通に喋ってるから。まあそうだね、うん、でも結果しまったでしょまあまあ、うん、であとあれを言わせることによって、まあ、ナイト君に責任感をちょっと持たせるという、うん、あ、おうおう、ところもあるよね。はいはいはい、ちゃんと強くなりますっていうその意思表示をさせるね、言葉で。うんうんうん、なるほど、うん、解説させんなよいやいやいや、ありがとうございました。テンプレに気づいた。いや、俺もまだ浸透してないなと思ってるから。あの、そうだね。でもまあ一応毎回、あの、ナイト君だけだよ、今のところ。言ってくれなかったのは。そこだけ言っとく。まあじゃあ、テンプレとのお別れの挨拶ってことでね。そうそうそう。締めの挨拶ってことで分かりました。そういうこと。はい。いや、でも思った以上にちょっとヌルゲーマーだったな、ナイト君。ナイト君ちょっとあれやね、うん、朝制だったね、まだパチャパチャしてた、朝パチャだったな。うん、格ゲー舐めてるんちゃうか、これでトッププレイヤーと渡り合いたい。まあ俺ボコボコされたけど、確かに負けてたよあなた。負けてた、うん、3セット。やっぱ江戸戦やんなきゃいけないのかなまあそうだね、うん、まあでもその実際勝った負けたは置いといて、うん、相当ぬるいプレイが多かったんで、やばいね、うん、あのだって江戸を使ってない僕らから見て明らかにそれ違うでしょうが結構あったから、まあまあ、うん、これをきっかけにね、ちゃんと変えていただければ、まあ、俺 もっと強くなる。でも俺逐一ビクビクしてましたよ、
俺が、いやお前、ね、全然ぬるいと思ってるし、うん、これでトッププレー渡り合いたいと思ってんのって言った時に、いやでも俺孫さん勝ってますし、うん、つって言い返されたら、うん、そっかそっかそれはもう、うん、そうだな、じゃあディスコ切ろっかつってそうなるよねさすがに、まあ、それ言うやつ見てみたいけどね、あ見てみたいな、なりくんとか普通に言いそうだけどな、まあそれ言い過ぎか、いやいや、なりくんは言う、いやでも俺勝ちましたけどねつって、でも俺勝ってなかったっすかねつって、あそう、うん、あのね、勝ちっていうのは、勝ち負けっていうのはすごく実は残酷でもあるのよ、すごくその簡易的に優越感を与えてくれるものではあるんだけど、うん、逆に言うと残酷、内容がどうあれ勝てば認められるっていう、うん、あはいはい、満足感が得られる、認められるかはどうか分かんないけど、うん、まあ相手に勝ったという満足感が得られるからそれでいいと思っちゃう、うん、ああまあまあまあそうだね、そうだから、その目標どこに据えるかだよね、うん、勝ちたいと思ってる相手、まあ、例えば今日だったら藤村に結構負けてたけども、うん、藤村に勝てるなったら自分の成長じゃん、じゃあ3先で勝つことが自分の成長なのかっていうと、うん、まあ今のはちょっと荒らしただけだなとか、まあ、内容を見て思ったりとか、うん、10先20先、まあ、藤村多分何回でもやってくれるから藤村とやってそれでも互角に渡り合えたら俺成長したなってやっぱ思えるじゃん、うん、